ちは。ワクワルのメイト。ヒロです。そんなローテンションなんですか。フェノリです。いいね、メイちゃん元気だね。元気ね。元気だけは、元気だけは。はい、そのわけでね、今日はね、オシュモルフ紹介第3弾ということでですね、メイちゃんのね、オシュモルフ3匹ちょっとご紹介していただきたいと思います。カッターー。みーちゃん、今日はどんな心意気で撮っていただけますか。かわいいを伝えられたら。かわいいを伝えよう。いいね。かわいいを伝えよう。チャンネル登録よろしくお願いします。まず1匹目、私自身とても淡い系のモルフが好きなので、この子を選びました。パステルバターバナナヘテロデザゴヘテロクラウンオアクリプティック。長い長い。私もちょっと分かりづらいモルフの子を選んで、本当に。でもこの子の色柄がすっごい好きで、うん、なんだろうな、このバター味。そうだね、バター味強いね、その子は。バター味が強い。そう、バナナって、こんぐらいのサイズになると。もう白飛びしちゃう。このぐらいのサイズになると結構シュガースポットって出るんだけど、バターが入ることによって全然シュガースポットがないけどバナナ色みたいなね、めちゃくちゃ綺麗な子が。で、パステルも入ってるのでさらに一段階白く、うんうん、もうほんと綺麗だよね、この子。ほんとに綺麗、うん、一応ね、この辺はシュガースポットちょこちょこは出てますが、やっぱね、あのバナナバター、バナナモハベら辺はね、なかなかいい、なんとも言えない色合いをね、出してきます。いいなぁ、この垂れ模様のところの色が本当に好きで、バター溶かしたみたいな。ね、おいしい。おいしい。おいしい。いや、本当に綺麗、この子は。背中のこの濃いところも好きですね。好きですね。好きですね。いいですね。かわいいですね。で、なんだってヘテロでね、デザゴ入ってるのがいいですね。いや、いいですね。いいですね。いや、ヘテロでクラウンも入ってるんですよ。でもクラウンかクリプティックだからね。あ、いや、では、どっちにしろ。どっちにしろね、結果ね。結果どっちにしろ、ね、最先端にいけるからね、うん。いいですね。いいですね。でも飛ぶなぁ。そのぐらい色合いが淡くて明るいってことだよね。やばい、飛びすぎる。お店に行って実際に見てほしいですね、これは。本当に綺麗すぎて。サイズ感もブリブリでちょうどいいよね。うん、ちょうどいいです、ね。かわいい。いいなぁ。ボールって感じの大きさになってきて、おすすめの個体です。おすすめの個体です。じゃあまずね、1匹目のメイちゃんの推しモルフ。名前、もう一回読み上げてもらっていい？パステルバターバナナヘテロデザゴヘテロクランオアクリプティック。わー、マジ。チャンネル登録よろしくお願いします。続いて2匹目。お、2匹目はもう私の大好きが詰まったモルフですね。どうぞ。バナナブレードクラウン。バナナ好きね。バナナ大好きなんです。バナナ好きだね。最近気になってるクラウンも入ってる。うん、クラウンいいだろ。いいですね、クラウン好き。そして社員教育だ。やばい、そのうちクラハラって言われるから。クラハラ。これクラハラだと思うんだよ。横の柄もまた可愛いんですね。このね、点々が、点々が可愛いんだよね。点々が可愛い。私こう、チビって垂れてるのが可愛いよね。わかる。ヘッドスタンプも可愛いんですよね。うん、されるがままされるがままおっと、こっちから見るとなんか顔っぽく見えるんだよね。あーあー、確かに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 、かわいい、かわちい、ね、個性爆発してるね、確かに。そうだって言われると、私最初バナナエンチクランかなって思ったんですよ。うん、ブレードブレードって何ぞやって思って、うん、こんな柄を乱すモルフ、ねブレードが入ると、こうやってね、うん、綺麗な一直線になりやすい。なるほど、うん、こうやってお勉強してます、毎日。じゃあ2匹目、バナナブレードクラウンでした。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、3匹目の推しモルフ。おい、どうせ皆さん、バナナだろって思ってますよね。はい、思ってます、ね、それか、キャンディとか、アルビノ系だと思ってます。そんなことはないんですよ。ちゃんともう、ウォールパイソン全てが好きで、うんうん、まあ、その中でも淡い子が好きなんですけど、うん、その次に好きな子が白黒、うん、ほうほうほう。ということで、ででん、 VTI アザンパイ。えー、えー、
で、これし、リカチに来ましたね。あー、もう。あー。さあ、すげー。ここ好き。好き。ここ好き。いやー、こいつはイカチーゼ。イカチーゼ。イカチーゼ。大好きだ。大好きだ。この子の好きなところはどの辺ですか？好きなところ、うん、このなんだろう、水墨画みたいな柄と、うんうんうん、いや、その白がやっぱ映えますね、パイの白が。そうだね、やっぱアザンパイっていいよね。アザンパイはいいですね。憧れのモルフだよね。憧れのモルフ、それをいつもメンテできるだなんて幸せ者だ。いや、あとこの柄の配分がまた、そうだね、絶妙な、絶妙な配分で、うん、パイも楽しみつつ、いいね、水墨画部分も楽しみつつ、僕ね、うん、ここが好きですね。ああ、ちょっと上がってね。いいね、いいね。てーてー。てーてー。推しがてーてー。推しがてーてー。若いねー。皆さん、ついていけてますはて、はて。綺麗です。ずーっと見てられる、ね、ずーっと見てられる。これの水、縦軸が欲しい。縦軸掛け軸じゃなくて。掛け軸。顔がね、ちゃんと白いの、うん、バカがバレてしまう。私ね、この色合いも好きです。あれ、ジローの推しも、おやおや、これはみんなの推しでしょ。これはみんなの推しでしょ。縁黒いのもまた可愛い。いいなぁ、綺麗だね、うん、VPI アザンパイ、はい、でした。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。こんなわけで、この3人の推しモルフ参戦になっていきました。他にもね、見たい動画あったらね、コメント欄でリクエストね、ぜひぜひ書いてみてください。では、またねー。ご視聴ありがとうございました。当店の生態在庫状況は概要欄にあります。生態リストをご確認ください。チャンネル登録、LINE 登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またなー。